プールの時にめっちゃ悲しかったエピソードがあって、俺のことをプールに誘ってくれためちゃくちゃ仲いい友達がいて、3ヶ月ぐらい誘われて、もうじゃあやるかっつって、いざプールの授業になったらクラスが違くて、彼はもう俺より 2,3 年も前から通ってるからさ、同じところで練習できない。いや俺もうプールの前日泣いてたよ、辛いって。もう話せる人もいないし、心細い思いして行って、チンポコ出して海パンに履き替えて、話せる人いない中待って1時間半とか泳いで、楽しくもね。でその後なんかみんなで体洗って、またチンポコ出して、服着て自転車乗って帰る。辛かったな、ちょっと泣いたよもう帰りとか。うわ辛い、一人やん俺。